アンテナチャウの馬渡剛と申します。よろしくお願いいたします。そうですね、芝浦で13年、はい、今年で14年目になります。私は基本的にはこのリストランテラチャウにいるんですけれども、時々、はい、芝浦の方のお店と大井町の方にもお店がありますので、時々顔を出します。ではよろしくお願いします。こちらが、スパゲティですね。もう普通の乾麺のスパゲティになります。でこちらが鶏の胸肉、こちらは今回は大仙鶏、とっての大仙鶏の胸肉を使用しておりますけれども、普通にスーパーで売っている胸肉で大丈夫です。はい、あとこちら生クリーム、こちらも生クリームすごい濃い45とかありますけど、 そこまで濃くなくても、 30%、35% ぐらいのもので全然大丈夫です。あとこちら卵ですね、卵白と卵黄に分けております。こちら卵はそうですね、おくくじ卵という、少し黄身の濃い卵を使っておりますけれども、こちらもスーパーの卵で大丈夫です。あとはこちらがパルメザンのパウダーですね。あとは醤油、あとは大葉を使います。そうですね、カルボナーラですので、若干太めのものでも大丈夫なんですけども、今回はちょっと細めの 1.4 ミリを使用しております。ちょっと軽く食べれるような感じにしています。そうですね、もも肉でも大丈夫ですけれども、今回は胸肉でちょっとヘルシーにしてます。今回和風なので、ちょっと今回大葉を使ったんですけれども、浅月とか、あとは何ですかね、ネギとかで、ちょっと和のものを使っていただければと思います。で最後に散らす大葉ですけど、先に大葉からカットしちゃいますね。大葉普通に5ミリぐらいのカットで大丈夫です。で次にこれの胸肉をカットしますね。皮と身を剥がします。でこの皮の部分を小さくカットしていきます。みじん切りというよりかは小さく5ミリ角ぐらいに、そこまでこだわらなくても大丈夫ですね。そうですね、皮にすごい旨味の成分がいっぱいありますので、でこれがまたももを使うと、もも自身にまたこう味が出るんですけど、胸ですのですごい淡白なので、今回この皮を結構使います。細かくしていただいて、それで胸肉も 100g ですね。ちょっとこう薄く、はい、こういう薄い感じで切っていただいて、5ミリぐらいのこういう薄く切っていただいて、で今度はこう棒に、こうすると麺と非常によく絡むので、こういう棒状に切っていただいて、そうですね、鶏の胸肉はやっぱり火が入りすぎてしまうとパサパサになってしまいますので、こう薄く細く切って、あとはその入れるタイミングを気をつけます。こちら白身ですね、卵を2つ使うんですけれども、黄身と白身で、白身このまま持ってないですので、ラップをして、で軽くチーズ少し
入れて潰します。なんかスクランブルみたいにこう、まあ、最後に上から散らしてあげます。では少しオリーブオイルを流します。それの皮を、先生ここはもう強火で見てください。こうフライパンにこうくっついてしまうんですけど、まあ、少しこうそれを取りながら、で途中で少し弱火にしまして、ちょっと確かに跳ねる、あ、跳ねる、で軽くお塩ですね。このお塩はほんと軽くで、後で醤油を入れるので塩分が高くなるので、そうですね、すごいパチパチ跳ねる、気をつけた方がいい。ちょっと強めのきつね色ぐらいまで炒めていただいて、お醤油を火から外して、こうですね、たくさん入れすぎないように、あの小さじ1杯ぐらい入れて、でしっかりと煮詰めます。で煮詰めたところに生クリーム、そうですね、この鶏の胸肉はちょっと淡白なんですけど、皮にうまみがありますので、その皮を炒めて、で醤油を入れることによってパンチェッタの代わり、パンチェッタはイタリアのベーコンなんですけども、これ塩漬けにした、まあ、発酵食品ですかね、塩漬けにして干しておいて、まあ、アミノ酸をこう高めるベーコン、それの、まあ、代わりという感じですね。それの胸肉に醤油を入れてしっかり煮詰めて、まあ、こう旨味を増した、そこに生クリーム、でこちらスパゲッティですね、普通に市販で売ってます、乾麺のスパゲッティです。今回は 1.4 ミリをご用意しまして、まあ、沸騰しているお湯ですね、すごいボコボコボコというよりかは、まあ、ポコ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 と、まあ、100度ぐらい、すごい荒々しくボイルしているではなくて、優しいボイルしているところに投入します。海水よりかもちょっと弱いぐらいなので、そうですね、まあ、何パーセントっていうよりかは味を見て、そうですね、海水よりかもちょっと弱いぐらいがちょうどいいかなと思います。すいません、アバウトで。でこちらのソースに、お水で、はい、今回これ野菜のブイヨンですけども、普通のお水で大丈夫です。生クリームだけですとちょっと分離してしまいますので、少し水分を入れる、お水を少し入れてあげます。そうですね、でゴムベラで周りを取って、で先ほどカットしました鶏肉、こうここで少し弱火で火を入れます。それで胸肉、火を入れすぎてしまうとパサパサになってしまいますので、ここでもうあったかい、そうですね、1分ぐらいでもうほとんど火が入ってしまいます。そしてあと1分でパスタが出来上がりますので、少しここで鶏肉に火を入れます。少し煮詰まったらまたお水を入れて、味を見ていただいて、もうお醤油が入ってるんで、お塩はほとんどなしで大丈夫ですね。あとパスタの中にも、パスタ用の中にもお塩が入ってますので、もうお塩はほとんど使わないです。でここはパスタのお湯、しっかりとお塩が入っているので、しっかり切って、しっかり切らないとしょっぱくなってしまいますね。しっかり切って入れます。そうですね、ここは弱火で軽く麺と合わせる感じですね。
で少しだけもう一回水分を入れて、そうです、少し水分を足しながら生クリームが煮詰まってしまうので、その分離しないように少し普段だと少しなんか緩いかなっていうぐらいの状態がいいですかね。でこのくらいの状態になりましたら一回火から外して。火から外してますね。もうほとんど余熱で入ってしまうので、まあ、少しあともし少し緩いようでしたら少し火にかけてさっと温めて、風です。そうですね、なんか醤油を入れるのがポイントなんですけど、醤油を入れるのがもちろんこの和風のポイントなんですけれども、入れすぎないってことですね。そして盛り付けは、まあ、なるべくこう少しこう高くといいますかね、こう巻いて、そうしますとですね、こう中にこう熱がこもっていきますので、あの食べるときは熱々で召し上がります。熱とうまみをぐっと込めますね。バシャッてやっちゃうとわーっと広がってしまいますので、あのギュッとお皿の中に閉じ込めていきます。で、胡椒をしっかり。和風カルボナーラ完成です。高知の、土佐白菊純米大吟醸いただきます。そうですね、すごい甘い香りですね。甘い感じと少しこう濃厚な感じの、旨味がすっきりして飲めるんですけれども、甘みとうまみがこの卵とお醤油の感じに非常に合うと思います。私のこだわりとしまして、いろいろあるんですけれども、今回はこのオリーブオイル、とりあえずイタリアのモリーゼ州という中南部にあります小さな州なんですけれども、そちらのジョルジョ・タマーロさんという方が一生懸命作られている、ネッラ・ディ・コレトルトという、もう多分今はほぼどこイタリアどこでも生産をしないと言われているオリーブで作られる、エキストラバージンオイル、オリーブオイルです。そして香りと青さと強すぎない、すごいエレガントな感じが、当店イタリア料理のピエモンテ州のお料理を中心にしているんですけれども、こちらのオリーブオイル非常にお料理と合うのでこだわって使っております。あとは味と、そのジョルジョ・タマールさんのその人柄もとても素晴らしくて、いつも連絡を取りながら話をしてます。そうですね、このモリーゼも、去年と一昨年と、2回行って畑を見てきました。あとはイタリアツアーを毎年やってますので、お料理教室のメンバーの方、お料理教室の方もそうですし、あとお客様と15名様ぐらいで私と一緒に行くイタリアツアーをやってますので、ぜひお願いします。11月の10月の下旬か11月の頭ぐらいですね、
ちょうどあのピエモンテ州、ピエモンテ のアルバ、あの白トリュフの、まあ、イベントがあるんですけど、その白トリュフのお祭りに合わせて行ってきます。あとはこちらの帽子ですね。この帽子の、まあ、普通の紙帽子なんですけれども、まあ、私がそうですね、あのお料理を始めたきっかけがですね、まあ、ファミリーレストランブームで、スカイラークとかにそうよくあの週末行っていた時に、まあ、コックさんってかっこいいなっていう漠然なところから、まあ、高校卒業して専門学校入って、まあ、料理になったんですけれども、まあ、最初ホテルに入りまして、まあ、こういう帽子をかぶってやるっていうのがすごいなんか自分の中でかっこいいっていう気持ちでやっていたんですけれども、まあ、今でもその気持ちもありますし、あとはそうですね、まあ、最低限 そのお客様へのマナーとして、あの当店では必ず帽子をかぶって調理をするというのを決めております。まだいいですか、喋って。そうですね、私がイタリアに行くきっかけになった、まあ、私のもうお亡くなりになられたんですけれども、大先輩というか大師匠の、関塚康夫という方がおりまして、まあ、その方からシェフとはという、まあ、シェフの心得みたいなものをたくさん教えていただきまして、しっかりと自分のできる衛生面はしっかりする、あとはそうですね、もちろんお料理もそうなんですけれども、職人としての料理を作るというところと、その自分が作れる料理が最低2人はいるというところですね。あとは、テーブルを一つのテーブルに回るときは全テーブルにご挨拶に回るというのを教わりました。それは今でも実行してます。これからも頑張ります。